ラジオ山陽テレビが試験放送を発信したのが昭和33年6月1日。この日のニュースの一つが香川県の新庁舎落成でした。鉄筋コンクリート造り、地上8階のこの庁舎は当時の日本を代表する建築家丹下健三の設計したもので初期の傑作と言われています。総床面積は1万2000平方メートル。屋上に展望施設を持つ建物は和風建築を思わせる一部吹き寄せの軒を持ちながらコンクリートの打ちっぱなしという当時としては斬新な建物で全国から注目されていました。金子知事と丹下健三を結んだのは丸亀出身の画家猪熊源一郎だったといいます。丹下の人柄に惚れた金子知事が民主主義の時代にふさわしい庁舎をと依頼した逸話が残っています。